なんだよ、バス停持って帰るんだよ。持って帰んなよ。10番道路ってポケモンがいっぱい住んでるんだろうと。10番道路に行く。10番道路はどこ？まあ、とりあえず走って行きよったらわかるか。なんかポケモンに乗った途端にさ、あ、そっか、下やっけ。ポケモンに乗った途端に街の音楽とか全く関係なくなるよね。あれ、こっち11番道路や。ってことは違う。あ、左の方かな。なんかあの警察の人が言おった気がするけど。あ、10番道路こっちやねん。あっとるあっとる。アローラの鳥ポケモンは人懐っこいと言いますか。積極的ですよね。そうなんかな。全然わからんけど。ほい、来た10番道路。おばあちゃんは案内の人？島巡りのトレーナーさんだね。ちょっと頼みがあるんじゃが。いいですよ。10番道路は広く長くポケモンを遊ばせるのにいいんじゃ。だもんで運動不足なうちの縫いこくまどものボールから出して遊ばせてやっとるんじゃが、全然帰ってこんのよ。探しに行きたいが、年寄りには少々しんどくての。なんでここにおる縫いこぐまに声をかけてきてくれんかの。わしの縫いこぐまどもはわんぱくじゃが、頭と鼻はとてもええんで、ここに戻ってくるはずじゃ。10番道路の縫いこぐま探し手伝ってもらえんかの。いいよいいよ。わしの縫いこぐまは8匹おる。どっかに隠れとるかもな。え、8匹もおるん？ 1 匹じゃないんすか。え、このガサガサ鳴りよるのが縫いこぐまじゃない？違う？え、なんかめっちゃ巨大な鳥が。え、鬼ドリル。え、そういう感じで出てくるの？そういう感じで出てくるの？私、鬼スズメは捕まえとったよね、確か。お、ということはこれで揃うんじゃないか？カビゴン、カビゴン。出ておいで。よし、月光が下がって。よし。鬼ドリルだいぶでかいな。ね。さあ、行くよ。カビゴン、手加減。あ、向こうの方が先だった。あー、なんかじわじわ来る。いっけい。あー、もう一発ぐらいいかんといかんか。向こうの方が素早さは上ってことかな。よし、カビゴン手加減。オッケー。さあ、これで。あとは。ん？どこ行った？あった。いけい、スーパーボール。さあ、来い。はあ、出た。なんてこと。いや、全然捕まえたと思ってないよ。だって一回しか、カタってなってないやん。あれ、捕まるときと捕まらんときってどういう差があるんやろ。だって体力的にはさ、毎回私カビゴン使いよるけん、1で一緒なわけやろ。やのに、どんだけ元気あるんよね。おっしゃ、来た。やったー、鬼ドリルを捕まえたぞ。さあ、これで図鑑に登録されていく。鬼ドリルのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ほら、揃ったよ、ビンゴー。だいぶでかくなるんやね。登録完了。イエーイ。ビンゴー。同じページのポケモンが全部埋まったろ。鬼ドリル、くちばしポケモン。はるか太古の壁画の中に鬼ドリルらしくポケモンが描かれていることが分かった。へえ。そういえばそんな話もあったね、昔。ん？何の音今の。関係ないんかな。木の近くを歩いていたらポケモンが頭に落ちてきた。ついてるんだかついてないんだか。ん？なんかキラーンって光よるよ。アユナは瞬発の羽を見つけた。あ、これはさっき鬼ドリルが落としたってことかな。このトレーナーは見たことないけど。火事場のバカ力。消防士？消防士さんじゃないこれ。ファイヤーマンのアツシが勝負を仕掛けてきた。ほら。ファイヤーマン。きっと消防士ってことやろ。ニョロゾウ。ほら、火を消し止める気やね。さあ、じゃあここは、ピカチュウで行きましょうか。さあ、月光川を下がって。そして、一系ピカチュウ。よし。バブル光線なんか効かないよ。
思ったよりは聞いたけど思ったよりは聞いたけど、よし、ここでピカチュウ放電。放電でこれってさ、10万ボルトとかとんでもないことになるよねお、ガーディがレベル33、負けて鎮火。でもなんか晴れ晴れとした顔しとるけんいいんじゃないニョロとはね、地上ではね、汗でヌメヌメしていて、触るとヌルヌル気持ちいいよ。汗なの？だったら嫌だよ。お、これじゃないの、イクグマ。もう、見落とすところやった。クンクン、ぐるるる。びっくりした。ヌイクグマは走り去っていった。戦闘になるんかと思った一瞬。あ、そこにもヌイクグマ。さあ、お帰り。8匹って言ったよね。よし。ん？木の実を食べていたポケモンが飛び出してきた。もう、至るところにポケモンがいるな。で、まあ、実際ポケモンとかおったらそういう感じなんやろうね。お、負けんかに。お久々の負けんかにやね。ほい、それじゃあ。さあ、月光がツバメ返し。美味しいぞ。効果は抜群。あれよね。あの、二人目の大試練をクリアしたけんさ、月光がももうちゃんと言うことを聞くようになってくれてるね。そっぽを向いているとか、知らんふりしたとかそういうのはなくなったやろ。よかったよかった。これもトレーナー？違うな。島巡りの隠しを持つ人よ。ポケモンがお疲れのようね。あ、回復してくれる。ありがとう。島巡りの証を持つ人よ。ポケモンもバッチリ元気ね。ありがとう。そしてなんかここにヌイコグマが。ヌイコグマいるよね、それ。待って、降りなければいけないのか。ほらほら、ちゃんとお帰り。結構近い距離におったね。よし、そしてまた、ムーランドに。びっくりした。すごい気配を感じたけど。こっちを向きなさいよ。道行お姉さんが気になる？それともポケモンが気になる？んー、今ガサガサ鳴ってた気がすごい気になった。大人のお姉さんのアキナが勝負を仕掛けてきた。アママイコ。何それ、聞いたことない。かわいい。え、めっちゃかわいいんだけど。めっちゃかわいいんだけど、いいなあのポケモン。私も欲しい。それじゃあ、あ、ツバメ返しとか効果抜群なんじゃないこれ。いけい。あ、もしかしてこれあれじゃない、アマカジの進化系ってこと。そういえば私、交換してアマカジおるよね。進化したらあんなになるんや、かわいい。あなたが気になっちゃう。ありがとう。でもなんかすごく、憎しみがこもってるよ、表情に。かわいいポケモンね。といえば、声をかけやすいのっていいわね。そうなの？ほい、ちゃんとお帰り。おばあちゃんが心配しよるよ。てか、何匹散歩させてんだよ。お得な掲示板。X メニューでのアイコンは好きな場所に移動できます。タッチしたままスライドしてみましょう。へえ、そんなことできるんや。便利やね。ちょ、こっちの方とかもちゃんと見とかんかったら見落としそう。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。これは？バスならまとめてたくさんの人を連れていけるよな。ライドポケモンのケンタロスが連なって走るのも見たいけどね。いいね、それもそれで。お、ここにも。ん？なんか警察の人が。草むらの中におったような気がしたけど。何か捜索しようかな。ほらほら。ピーポーピーポー。サイレンの真似うまいでしょ。ポケモン勝負もうまいんですよ。そんなものの練習をしなくていいからちゃんと仕事をしてください。おまわりさん守るが勝負を仕掛けてきた。おまわりさんで守る。いかにもって感じの名前やね。お、ガーディー。おまわりさんはガーディー率が高いんかな。しかし私は月光河だから。あー、なんか攻撃が。ほい、いけ月光河、水手裏剣。お、急所に当たった。まあ、急所に当たらんくっても効果抜群なんやけどね。お、イワンコがレベル32。
君すごいよ。僕よりポケモン勝負うまいよ。ありがとう。めっちゃ褒められた。ケンタロスにサイレンをつけておまわりさん専用にしたいな。いいね、それ。てか、ここにヌイクゴマいるでしょ。もう、紛れちゃダメよ、そんな草の中に。てか、もうちょっとで目的地に着くんやけど。え、なんかいますよ、スカルダン。ま、これで全員かな。うおー、見つかった。鬼ドリルか？ここからは鬼ドリルしか出てこんのかな。なんかわからんけど、とりあえずシルエット的にはずっと鬼ドリル。シルエットちゃんと変わるんかな、ポケモンによって。間違えた。なんか多分ね、ちゃんと、これで全てのヌイコグマを見送ったみたいな感じのが出てくると思うんやけど、違うんかな。あ、なんか落としとる。あゆなは鋭いくちばしを見つけた。うん、多分きっとまだいるはずだ。どう？この辺とか。おらんな。こっちの方とかおるんやな。ほら、やっぱり。おると思ったよ。これで？まだおるん。あ、こっちにもまだ行ける場所あるね。ヨクアタールを見つけた。いや、なんもおらんね。あ、あっちに。今そこで何か動いたでしょ。あれ？気のせい？あれ？あ、そこの看板の影に。見えなかったよ、最初。ちょっと離れた位置からじゃないと、完璧に消えて見えんかったね。ヌイクグマはみんな帰ったみたいだ。ほら、ちゃんとこういうお知らせがね。さあ、じゃあちょっとおばあちゃんに。うわぁ、見つかったよ。鬼ドリルっすか？あ、違う。いや、おえぇ、マジで？野生のエアームドやって。エアームド私正面から見たことなかったわ。あんな感じなん。すげえかっこいい。超かっこいいんですけど。待って、カビゴン、カビゴン。女の子やん。エアームドがさ、私あれ飛び降るところも初めて見たかも。え、今までのさ、ポケモンのやつってずっとなんかエアームド普通に立ってなかった？しかもちょっとなんか斜めぐらいの感じからしか見たことないし。さあ、カビゴン手加減だ。いっけい。あ、やべえ、全然効かねえ。強いな。ね、強いね。え、でも根気強く手加減でいった方がいいんかな。なんか他の技出してさ、他の技出して一発でやっつけてしまったりとかしたら、あ、でもこれなぁ。いや、手加減で。ちょっとずつ、じわじわとやっていこうと思います。だってエアームドを捕まえたいもん、ね。でもあと3、4回ぐらいいるんじゃない？もっといるかな？ 4、5回ぐらいいるかな？もしかしたらいるかもしれないけど。で、まあとりあえず向こうの攻撃はそんなに効いてないけん。耐えられる。カビゴン頑張って。そんな、そこまで手加減しなくていいんだよ。あ、でもあとちょっとか。あとちょっとって言っても3、4回ぐらいかかりそうやな。ね。さあどう？あ、いや、あと1回でいける。よっしゃ、行くんだ、手加減。やったね。これで。エアームドが捕まえられる。嬉しいよ、嬉しいよ。助けは呼ばないでくれ。あー、来ないで。よし。最近ちょっと、助けを呼ぶが不発に終わることが多いね。よっしゃ、いけ、スーパーボール。お願い、捕まって。ちょっと一回目は逃げられそうな予感も。お！おっしゃ、行った！やったー！エアームドを捕まえたぞ！やったねー。エアームドは特に進化系とかなかったよね、確か。エアームドのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。うん、ないない。やったよ、登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。エアームド、鎧鳥ポケモン。鉄の体は頑丈だが、錆びやすいので雨の日は巣穴にじっとしているよ。もうなんや。ここの木に巣穴があったんかな。
いやー、いい感じ。順調にポケモンも集まってる、集まってる。あー、見つかった。でもちゃんとなんかポケモンの影違った気がするね、さっき。これは鬼ドリルやけど。よし、それじゃあ、おばあちゃん、おばあちゃん。報告に。おー、あんた。おかげさんでぬいくぐまがみんな戻ってきたよ。いやー、本当に助かったわ。世話になったの、アンガタさん。こいつは感謝の気持ち、どうか持って行っておくれ。アイナは溶けない氷を手に入れた。溶けない氷っていうのは氷タイプの技が上がるんやっけ。お金までありがとう、おばあちゃん。私、孫でもなんでもないのに。可愛い上に力も強く、ちょいと凶暴。これぞポケモン。というぬいくぐまは最高じゃよ。へえ、そうなんや。凶暴なポケモン好きなの、おばあちゃん。ねえ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 、回復してくれる？あ、ありがとう。何回でも回復してくれるっぽいね。よかったよかった。ありがとうね。はい、それじゃあ、あのスカルダンたちにちょっと声をかけようかね。なんか悪だくみをしているっぽいから。何をやってんの？なんだよ。バス停持って帰るんだよ。持って帰んなよ。あー、バス停を横取りかよ。こいつぶっ飛ばすぞ。バス停横取りなんてしません。そのまんま置いとけ。ほら、またそのダッサいポーズ。え、ってか、二人がかり？一人よね。もちろん一人ですよね。あ、一人だ、一人だ。よかった、よかった。お、ゴルバット。今の私にゴルバットとは。こっちには強い強いピカチュウがいるんだからね。ゴルバットでか。毎回思うけど、やっぱり見るたびにでかい。人とか食べれるんじゃない？ゴルバット。そこまでじゃないかな。やっぱり相手もどんどんなんかね、技のレベルが上がってくるけん。お、やったね、麻痺したやん。おし。それじゃあここで、必殺のピカチュウと、お見舞いしてやろうじゃないか。いいね、いいね。でもね、ピカチュウの方ばっかり見よるけどね、主人公の方も結構ポーズかわいいんよ。さあ、全力の Z 技。このすごい笑顔で掘り投げるっていうのはどうかと思うけど。必殺のピカチュウと、おっしゃー。効果は抜群だ。こっちだってどんどん強力になっていくんやけんね。お、月光ががレベル52に上がった。うおー、俺が戦えば負けるわけないのによー。負けたね。誰だかわからんけど、毎回同じやつじゃないんやね。負けた。すかさず相棒に戦ってもらうスカルダンだぜ。強い奴にも立ち向かう。軽い気持ちで立ち向かう。軽い気持ちでは立ち向かっちゃいけないと思います。マジかよ、連続かよ。まあ、全然やっつけるけどね。さあ来いよ。君は何を持ってるの？お、ラッタか。ラッタ相手にモンスターボール以外使ってんじゃねえよ。まあ、私もスーパーボール使うかもしれんけど。ほい、それじゃあ、格闘系の技覚えてる僕もおらんかったっけ？あー、おらんかったんかなー。あー、いないっすね。カビゴンは？うん、ダメだ。じゃあもうこのままで。違う、このままだって。このままで。よし。水手裏剣だ。レベルの差で全然いけると思う。え、思ったよりも効いてないんすけど。あー、何回か当たるやつか、これ。ってことは結局このターンの間に、やっつけれない。えへ。やっつけれない。マジか。水手裏剣はあんまり効かないのね。ツバメ返しの方が良かったかな。いけい。よし、オッケー。ちょっと手こずったね。お、カビゴンがレベル40に上がった。どうでもいいが、バス停の重さ、ゴローニャと同じぐらいだよ。それはめちゃくちゃ重いということかな。ゴローニャって多分めっちゃ重かったよね。バス停がなければバスの運転手だって仕事さばれるんじゃねえの？いや、バス停がなかったとしても、きっとここにバス停があったであろう場所には止まるんじゃないかな。
なんかしらけたわ。屋敷に帰るわ。プンプン。プンプンって。屋敷があるの、しかも。あゆな。お、くくい博士。遅くね。何してたの？走っていくスカルダンとすれ違ったよ。パワーがあるなら、リーグのチャレンジャーになってほしいな。リーグとは？これから教えるよ。そりゃ当然。北蘭岳山頂に行くならバスがおすすめだからね。スカイアッパーのような勢いで登っていけるぜ。スカイアッパーって何？技の名前かな。ナッシーバス、いつ来るろ？バス停調べてみろろ、見ようろ。ナッシーバス？ナッシーのバス？なぜナッシーなの？バス停がある。北蘭天文台までバスに乗りますか？もちろん乗ります。はいはい、ナッシーバス。あ、本物のポケモンじゃないんよね。安全運転でぶっ飛ばしますよ。乗って乗って。安全運転ならぶっ飛ばさないでください。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。